79.5 Radio Mayhem. Hello, hello, hello. Drive Tuesday. 皆さんこんばんは。本日火曜日のハロードライブハロドラはレアが好きなピンククレス夏焼きみやびとミディアムが好きなピンククレス二平ゆかとフェルダムが好きな椿ファクトリー尾形梨沙の3人でお送りします。さあこの番組は月曜日から金曜日まで現役ハロープロジェクトと OG を中心とした日替わりメンバーが深夜のドライブタイムやお休み前の皆さんに夜な夜な今どきの女子トークをお送りしていきます。はい、さて今日の自己紹介はですね、工藤遥さんからもらいました、はい、ステーキの焼き加減は何がお好み、というお題でした。ミヤはレアです。もう生肉好きって感じなんで、パンとかもちょっとまだもうちょっと入れた方がいいんじゃないっていうぐらいの感じが好きかな。なるほど。ニヘは？私ニヘはミディアムだったんですけど、なんかレアすぎるのもちょっと怖いし、まあ火入れすぎちゃうのもちょっと硬くてもったいなくなっちゃうし、まあ安パイなところでミディアムかなっていうところですね。はい、まるちゃん。私はウェルダムなんですけど、カリッカリに焼いたのがすごいやっぱ好き。油のとこがすごいあんま好きじゃないんですよね。なんか噛み切れない感じ、嫌なんです。じゃあもうせんべいぐらいまでパリッとしても許せる。せんべいみたいに。まあ許せます。やばい。じゃあ生肉食べれないとこあるんですか？食べれないことは多分ないと思います。でもあんま食べたことないかも。あんまり好きではないかなって感じなんだ。って感じです。へー。そうなんだね。でも絶対柔らかい方が美味しいのにな。いやそれを間取ってミディアムがやっぱ一番美味しいなと思います。ミディアムはねもう、まあ、安いですね。いいね。はい、はい、ということで今回はですねこのメンバーでお送りしていきます。最後までお付き合いください。まず最初のコーナーはこちら、ふつおたかり。このコーナーはその名の通りリスナーの皆さんからいただいた質問やちょっとこれ聞いてなど普通のお便りを紹介していきます。はい、ではいきます。ラジオネームごめん D さんからです。火曜メンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。みやびちゃんにファッションについて質問です。はい、みやびちゃんは割と露出が高めの服を着たりしていますよね。今年の夏はちょっとチャレンジしようかなと思うんですが、今までスカートは膝が隠れるくらい、お腹なんて出したこともありません。もちろん恥ずかしさからなんですが、着ていくうちに慣れてくるものなんでしょうか。そうだね、なんか夏は自然と出したくなるのよ肌を、暑いから、そうだからなんかもうなんかさ海外の人とかってこうデニムのショートパンツにキャミソール1枚みたいな、あれだけでさ可愛いしさおしゃれじゃん、だけどなんか日本人はさなんかそれがあんまこうなんていうの受け入れられてないじゃん、ただそれだけだと思うんだけど、でもなんかいいと思うの。ここは日本じゃないって思えばどこでも楽しいわけよ。むずいよ。え、別になんかさ人のこと気にしてる場合じゃないのなんか別に人のこと気にしてファッションを選んでたらつまんなくない？まあまあそれは確かに。そうだから本当着たいものを着た方がいいから、まあ、肌出すことが、まあ、最初恥ずかしいって言ってるから、ごめんDさんが、まあ、今までね膝まで隠れてたわけでしょ、だからさまずはさじゃちょっと短いスカートを選んでみたりとか、なんかそのオフショルとかはさやっぱ今年も流行るから、肩出してみたりとか、なんか少しずつねこう露出度上げていけば、恥ずかしさが減るんじゃないかなと思うから、そうだからちょっとずつ、なんていうのかな、まあなんかおっぱいをめちゃくちゃ出したい女の子とかさいるじゃん。なんか私はそれがねあんま好きじゃなくて、えおっぱい出したい女の子いるんですよ。いるよ。みんな気づいてないの？え、リスナーの人気づいてる人いるよね。私と同じこと思ってる人いると思うけど、いやもうそこでしかないけど、多分その子はそこが自分のチャームポイントだったりとかさ、もうまあ何アピールポイントなわけでしょ、だからそれも、まあ、ありだと思うけど、でもなんか可愛らしさとかを出したいんだったら、やっぱ肩とかは女の子のさそこの華奢な感じが一番出ると思うから、なんかそういうとこを出した方がいいのよ。
肩、手首、足首、なんかその辺は絶対に見えてる方が可愛いから、女性らしさが出て、私はそっちをおすすめする。確かに。そう、なんかあまりにも短すぎてお尻がこう見えそうだなとかはちょっと下品になっちゃうから、そういうのはやめた方がいいと思う。でちゃんとミニスカートとか履くときはちゃんと中にインナーショーツを履いとくっていう、なんかちょっとしたこう出すときは出すときのエチケットみたいなものを保ちつつ出せばいいと思う。うんうんうん、そう、それがいいの。なんかエチケットなく出す女子はよくいらっしゃる。女子だからやっぱり可愛らしさが必要よ。女子だからちゃんとなんかちゃんとしまっておくとこはしまっておく。そう、隠すとこは隠す。そう、そう、そう、ちょっとはねミステリアスな部分あった方がいいの、女子は。そうなのよ、女子はそうなのよ。そうそうそう、だからちゃんとねマナーを持って秩序を持って出すとこ出していこうっていうね、夏に出していきましょう。出すとこ出していこう。出すとこ出していきましょう。そうよ。はい。あ、虫だ。虫だ。あ、あ、お、あ。今ね、スタジオに小林がいるんですよ。え、なんか鼻に入ったかもしれない。やばい。やだ。え、やばい、びっくりした。でもいなくなってたもん。あ、ニエの、あ、ニエの体の中に入ったかもしれない。マジ入ったかも。あ、違うな。え、マジでいなくなった。本当に私は食べたかもしれない。よし、食べたかも、虫。よかった。やばー。でも本当に消えた。でね、すごい話変わっちゃったから戻りますけど。はい。ね、おなごはっていう話ですよ。はい。うん、ね、おなごは出すとこ出しましょう。だけどエチケットある程度出していきましょうということで、ごめんディーさんね。続いていきましょう。頑張ってください。はい。はい、ラジオネームゆうたろうさんからです。火曜メンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さんは男らしさってどんなところに感じたりしますか？女性はよく優しい人がいいと言いますけれど、僕は周りから優しいとは言われるものの、男としての魅力がない、女友達と同じ感じと言われてしまいます。優しい以外にどう男らしさをアピールすればいいんでしょうか？なるほどね。男らしさだってにへちゃん。私はなんかやるときはやっぞみたいな感じが欲しい。チャラくない？違う。やだ。違う、なんかいざとなったら俺も男だぞみたいな感じを出してほしい。確かに私は周りにいる、なんかもうなんか男を言うこと。いやいや、だからあれです、私が男友達としてつるむ男の子はなんか、つるむチャラい、一緒にいる男の子は、あのよく男遊び、えぇーゆうちゃん、もう今日やばいじゃん。違う、違った。今回の放送ギリギリだな。違う、いやもうアウト。違う、アウトですよ、もうアウト。違う。男遊びじゃなくて、男の子と遊ぶとき、私の友達。言葉ってすごい大事だから。言葉の怪しい。本当に怖い。男遊びしてませんからね。まず言うとき、男の子と友達と遊ぶときの男友達っていうのは、男としての魅力を感じなくて、女友達と同じ感じだから遊ぶんですよ。もうありえないから恋愛はっていう前提で飲みにも行くし遊びにも行く、でその人のことをなんでかなって思ったら、なんで私をこの人男の人魅力な感じないんだろうなって思うと、なんか2人で寝てても何にもしてこなさそうだよなとかって思うから。もうそれにヘちゃんの考えがまずどうなのって話よ。いや、こいつ多分私のことをまず向こうも異性として見てないし、だから多分ゆうたろうさんもその女友達みたいな人に、女性に多分なんかこうそれ異性として見てないから言えちゃうんじゃないのみたいな一言を言ってるかもしれないって私は思ったんですね。だからなんかわかんない、それかも優しすぎて、もうそうじゃない、なんか優しすぎてあんまり拒否とかしないから、女友達ってそうじゃない、あ、そうだね、そうだね、分かる分かるだけじゃん、女子って共感しちゃうことか、だからこの人もそうだから、あんまり男を感じないんじゃない、いやでも俺はさこう思うんだよっていう、その反対の意見を言うことで男らしさが見えたりするじゃん、あ、なるほど、でそれがないからその異性としてちゃんと見られないんじゃない？あ、じゃあ全部わかる、そうですね、はいはいってなってたら多分そう、そういう風に見てもらえないんだもん。じゃあゆうたろうさん、あれだ、血管出してみよう。急に腕の血管は男らしいなってすごい、大事ですよね。思います思います。なんか力強そうだなとか、なんかあとこうリンゴ片手で割ってみるとかどう？なんかこうやだ。あまりにもそのこのゆうたろうさんが華奢で細くって血管出したら、え大丈夫？え、なんかご飯とか食べてるってなっちゃうかもしれないよ。え、じゃあまるちゃんはどういう風に思います？急に私。
私は、うん、でもやっぱ隣にいた時にちょっとなんか背が高かったりとか、うんうん、まあ、それは雑魚高いのじゃなくて立ってる時、普通に歩いてる時とかちょっとこう上見上げる時、見上げる感じとかがあるとやっぱ男らしいなと思いますけど、まあ、それはまあ無理ですよね、身長は。あ、まあ、でも身長大事だよね。身長大事、ね、だからゆうたろうさんどうなんだろう。だからゆうたろうさんまず見てみたいわ、うん、外見がちょっとなんかそのあまりにも女性っぽいというか、うん、なんていうの、なんか色がめちゃくちゃ本当に白いとかね、なんかこう最近ほらジェンダーレスとかいるから、うん、そういう系の方だったら、うん、もしかしたらさほら、あ、なんかリップとか塗ってるんだとかなっちゃうと、うん、確かに、ね、またどんどん変わってくるじゃん、考え方とかも、うん、でもどうしよう、めっちゃ男前な感じでさ確かに牛太郎さんまず見てないから想像できないけど、でもなんか名前からする想像するとすごい肌白そうだから、そう、わかるわかる、だからなんか、うん、キサロ行ってみるとかなんかヒサロ行ってみて筋肉つけてみるとか、うん、なんかオラリゾっぽい感じの服とか着てみたら急になんかさこう男って感じするじゃないですか。何なんかオラリゾっていう、なんかオラオラリゾート系ってわかりますか。なんかあのオラオラリゾなんかオラオラっぽい人ってリゾート系の服とか着るじゃないですか、うん、アロハ的な、アロハ的な夏の男のオラリゾ系はさ、チャラ男が好き。いや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 、私オラリゾ系無理だもん。なんかでもさ話聞いてても、うん、もうイメージがチャラ男だよ、うん、いやいやだからあれですよ、うん、でも私、うん、肌白い人とか結構好きだし、あーねー、なんかじゃあ別にゆうたろうくんが白くてもいいわけじゃん、うん、私全然好きでしょ。だからやっぱ男らしさ、うん、なんか匂いとかじゃない、うん、なんかさ男の人でもさ甘い匂いが好きな人とさ、うん、なんかすごい柑橘系みたいな人とかさ、うん、いるじゃん、うん、なんかイメージできるじゃん、なんとなく。あ、部屋とかもこういう匂いするのかなとかさわかるわかるわかる、わかります、わかります。そういうなんかちょっとしたところで出せばいいんじゃない。まあ、なんかオラリゾ系の人はオラリゾはやめてオラリゾはやめてオラリゾ系の人は結構サムライとかつける人いるんですよ。そうそう、でもそれはやっぱギャルがさ好きじゃん。まあ確かにギャルになりたいわけじゃないんだもんなそうだよ、別にそう相談じゃないからねなんかごめんなさい、履き違えてた。男らしさアピールするからね。もうマルちゃんに締めてもらおう。なんでですか、もうマルちゃん結果じゃあマルちゃん、結果マルちゃんどうなんだろう。私はあれですね、食食食、なんかみんなでご飯食べに行く時とかめっちゃがっつり食べるとか、なんか男らしいメニュー頼めばいいんだよ。唐揚げ、ハンバーグとか、牛タン、牛タン、肉頼めばいいんだと思います。それがいい感じだと思います、はい、ゆうたろうさんたくさんお肉食べてくださいねハロデロではこんな感じで皆さんからの質問や私たちに聞いてほしいちょっとしたことなど何でもいいのでお待ちしています。宛先はハローアットマークレディオハイフンネオドット JP、 HELLO アットマークレディオハイフンネオドット JP までお願いします。ハロードライブハロドラ、今週の火曜日はピンククレス夏焼みやびとピンククレス2編優香と椿ファクトリーの尾形梨沙がお送りしています。ここからは火曜日限定コーナー、本日はランキングでドン。このコーナーは毎回一つのテーマをもとにそれぞれがランキングをつけていきます。さて今回のお題は、はい、ではまずはリスナーさんからこんなメッセージが来ているので紹介したいと思います、はい、ラジオネームスターダックスさんからです、はい、みやちゃん、にへちゃん、まるちゃん、こんばんは。こんばんは。今回はランキングでドンでみんなに発表してもらいたいのは好きなキャラクターです、うん、ディズニー系からサンリオ系、アニメ系、ゲーム系、キューピーちゃんとかのメーカー系、いろいろあると思いますが、ありますね、みんなは何が好きですか。僕は3つ決めるなら全部スターウォーズ系ですかね。うん、なるほどね。キャラクターいっぱいいますけども、いっぱいありますね。今回は、うん、じゃあみんな大好きディズニープリンセスの大好き縛りでちょっとランキング発表していきましょうか、うん、はい、はい、ではじゃあまるちゃんから。私からいいですか。はい、はい、3位はベル。うん、これは、ね、そうですそうです、お母さんがすごいベルが好きで、その影響でなんか一緒にアニメっていうかあの映像、うん、見たりとかしてて好きになったなっていう感じです、うん、はい、続いて2位はアリス。これはなんか見た目が可愛くて本当に好きなんですけど、なんかやっぱディズニープリンセスってすごいお姫様っていうイメージがある中で、アリスってそうでもないじゃないですか。だからあんまりこうなんだろう、みんなになんかディズニープリンセスって認識されてない感じがあるかなと思うんですけど、私はもうすごい好きでずっとなんか可愛いなと思ってました。確かに、はい、そして第1位はこれはもうダントツというかもう
ズバ抜けて私の中で1位なんですけど、これは白雪姫です。あーぽいぽい、おい、そう、めっちゃ好きで、なんか一時期こうディズニープリンセスが流行る時期とかあるじゃないですか、小学生の時とかが、なんですけど、そういう時って大体みんなシンデレラが好きになるじゃないですか。でも私全然シンデレラ好きにならなくて、なんか一人だけすごい白雪姫が好きって言ってたことがあるなって思って、可愛い、やっぱ黒髪がすごい可愛くて好きなんですよね。似合いそう、はい、なんか丸ちゃんっぽい、うん、っぽい、嬉しい、うん、似合う、可愛いですっていう感じです。はい、はい、続いて2位、はい、私は3位から、うん、白雪姫。おまあ、これは私がディズニー映画を初めて見た映画が白雪姫で、もう VHS の時代からだったんですけど、ありまして、白雪姫のビデオがもう何回も何回も見たなっていう思い出の、あのプリンセスでもあるので、3位がプリンセス、白雪姫なんか言い方違うぞ、白雪姫、白雪姫、はい、はい、で第2位がアリエル。おなんでかって言ったら、とにかく色合いが好き、映画のなんかオレンジの髪の毛とか、なんか私あんまりアリエルは見たことないんですけど、なんか家に DVD がなかった頃こそなんか見たいな見たいなってずっと憧れであったような、そういう印象で、第1位はジャスミン。これはジャスミンね、もう毎年ハロウィンになるたんびにジャスミンっぽい服が着たくて着たくてしょうがなくて、とにかくジャスミンのコスチュームが好き、あとアラジン の, あの物語が大好き、なんかなんていうのかな、パンツスタイルじゃないですか、あのプリンセスの中でも、そういうのも大好きで、なんか真似したいなって一番思うのがジャスミンだから、1位がジャスミンです。はい、はい、ではミヤは発表します、はい、3位はアリス、これは私もすごい大好きで、コスプレをディズニーのキャラクターで初めてしたのかな、そうで、なんかその時もうめっちゃ金髪で、なんかなんていうのかな、水色のワンピースがなんかすごい純粋な女の子って感じで、自分とのギャップがあっていいなと思いました。そう、なんか自分は普段、こんな感じじゃないから、なんかアリスのコスプレするとこんなにも可愛らしい感じになれるんだみたい な, なるほど、気分的になんかおとなしくなれた。あ、なるほど、おとやかにね。そうそうそう、なるほど、はい、で第2位はアリエルです。はい、アリエルはなんかこれもすごいなんか憧れみたいなのがあって、なんか人魚になることってちょっとなんかちっちゃい時から憧れだったの、わかります。そうで、なんかそしたらまあ今、割と最近去年とかもこうアリエルの姿になってインスタ映えみたいな、ありますね、写真とか撮る子がすごいいっぱいいて、そうなんかああいうのも可愛いなと思うし、で私もアリエル好きで全部髪の毛もオレンジにしたりとかした時もあったし、そう、なんかグッズも結構持ってるかなっていうのでアリエル、で第1位はラプンツェル、これはもう金髪で髪長くてもう可愛いって感じでした、で1位の割に浅くない、いやもう、でもそのもうラプンツェルになろうと思って、そのためにエクステもロングつけて、後ろで三つ編みして髪にいっぱい花つけて、服はなんかピンクのドレスみたいなの着て行ったりとかするぐらい好き、だし追っかけもしたし、あー、そうそうそう、でも結構割と最近ですよね、歴史的には、そう、でもすごい一番可愛いなって思って、私も結婚式とかやるんだったらああいうのやりたいなと思ってました。いっぱい髪に刺したい、花とかね、かわいい、成果を刺したいなと思って、確かにあれ可愛いですよね。でもなんかプリンセス以外にもティンカーベルとかめちゃくちゃ好き、ミヤちゃんやってたイメージ、そうそう、それもなんかベリーズの時に、なんかハロウィーンでディズニー縛りでやろうってなって、ティンカーベルやって、だから大体金髪のものに目が行くから、なんか金髪だったらいいってとこがあるかもしれないけど、でも可愛いなって思う。でも一番なんかこうピンクのツンツンってした感じが、ミヤちゃんのツンツンってしたことなんか似合う感じがします、すごい。え、何がピンク？
あのティンカーベルのティンカーベル、うん、先生したとこと、なんかちょっと一番一致するかも、本当、うんうん、はい、嬉しい。でもね、ディズニーはから可愛いのがいっぱいいますね。そうですね、行きたくなっちゃうね、うん、はい、ということで皆さんも私たちに聞いてみたいランキングがあればじゃんじゃん送ってください。以上ランキングでドンでした。このコーナーでは毎回東海地区をはじめ全国全世界のドライバシやドライメモの情報を大募集。採用された方には社員ポイントを授与。ポイントが貯まれば平社員から5ポイント刻みで係長課長へと昇格していきます。では早速紹介お願いします。はい、ラジオネームまるちゃんさんからです。火曜メンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。椿ファクトリーのファーストライブツアーを見るために仙台に行きました。ありがとうございます。そこでカフェキクチアのスイカパンというものが売られていたので買ってみました、うんうん、形は小さな食パンですが皮から中身までスイカを再現しています。種はチョコチップ、なぜかイチゴ味というのはご愛嬌ですが、ほんのり甘い香りで食欲をそそり、トーストにするとさらに美味しくなります、うんうん、今後ライブツアーなどに行かれた際には買ってみてはいかがでしょうか、うん、ということで、ね、これさ、どっかで見たことあって、はい、うん、でもなんかもしかしたらインスタかもしれなくって、なんかインスタ映えみたいな多分感じで載せてたの、のを見たのかも。うわ、でも本当に緑で、うん、本当に赤、ね、めっちゃ色合いがさ、そのまんまよね。すんごい。でもピンクレスは8月26日に仙台ドローインってとこでツアー回らせてもらうんですよ、うんうんうん、だからもしかしたら本当に食べられる機会が、ね、来るかも、あるかもしれないっていうことで、食べたい。すごい、これでも三角に切れるのがなんかいいですね。ね、綺麗っぽい感じになるのが、確かに可愛い。最初四角いからね、うん、確かに。そのまま見るとちょっと不思議だけど、でもガッしがちの原色でびっくりした、ね、スイカすごい、ペンキで塗ったみたい、うん、緑ってあんま見ないですもんね、うん、緑よね、この色なかなかね、蛍光に見える、でも可愛い、めちゃくちゃ可愛い、うん、まあ、可愛いですね、夏だし、うん、ちょうど826夏だ、夏にスイカで、ね、食べてみたい。そうですね、チョコチップとイチゴってもう絶対美味しいし、そうですね、でもなんか脳が勘違いしてスイカの味に思えたりしないのかな。ありそうだよね。絶対そうですね、うん、さあということでポイントをつけるということですが、うんうん、はい、いかがなさいますでしょうか。どうする、どうします。うーん、私これは結構普通に4とか、うん、なんか可愛いし女の子好きそう、うんうん、私なんか本当に8月26日に行く予定があるから、うん、マジで嬉しい情報聞けたなっていう感じが。じゃあ5にする、じゃあ5にしますか。期待値も込めまして、うん、ではマルジャンさんには5ポイント授与です。おめでとうございます、じゃあ今日で一気に係長に昇格ということですかね、うん、おめでとうございます。ぜひライブ遊びに来てください。待ってます。こんな感じで皆さんからの全国世界のドライネタをお待ちしてます。あれ先は hello@radio-neo.jp hello@radio-neo.jp までお願いします。以上、こちらハロドラ東海探偵社ザワールドでした。さてここで再びリスナーさんからのふつおたパート2を紹介していきたいと思います。はい、ツイッターから面白いつぶやきがあったのでご紹介しますね。ほうほう、夏さん、はい、アップトゥーボーイの女子大生リサ、うん、私、はい、女子大生リサを、うん、まずピンククレスのお姉さん方に見ていただいて、はい、どう思われたか聞いてみたいということで、うん、あるんですよね、スタジオに。知らなかった。アップトゥーボーイの女子大生リサ、はい、っていうことなんですね。それは何で、雑誌、雑誌ですね。雑誌のアップトゥーボーイっていうものですね。はい、アップトゥーボーイっていう雑誌の、雑誌なんですけど、これを見ていただいて、うん、どう思われたか聞いてみたいですね。はい、はい、見ましょう、はい、見ましょう、はい、じゃん、で探しますグラビア、私、あ、その次、はい、あった、お、これよね、それでした。かわいい、女子大生リサの場合、こんな女子大生かわいすぎ、なんか連載が始まるみたいで、第1弾が私なんですけど、なるほど、あの、はい、全部で9回かな、椿ファクトリーのメンバーがそれぞれ、おー、で登場しますので、ぜひ、かわいい、あ、結構なんかセクシーショットじゃないけど、なんかそうですね、プライベートなね感じあるね。でもなんかまるちゃんずっと部屋にいるってラジオでもよく言ってるじゃないですか、うん、なんかそれがすごいイメージできる。なんかこれのテーマが同棲っていう、あー、だからベッドグリーンなんだ。あー、そう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 、だってさ、女の子だったらさ、もっと白とかピンクとかさ、そういう系じゃん。男だもん、このさ、木の感じだよね。だからこの黒いソファーとか、お父ちゃんみたいな、彼氏の趣味みたいな。そう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 、でさ、このもう設定がすごいね。ちゃんと机の下にさ、ゲームカセットがあるじゃんね。すごいちゃんとしてる。リアル、みんな想像できちゃうね。嬉しいね、こういう企画。
大好きなのね、作ってあげたよ言うて、ね、洗濯物干してあげるよって、あ、もうお風呂掃除もしちゃうよ、ちゃんとちゃんとちゃんとせ、あ、ちゃんとね、あ、でもお尻ギリギリだね、かわいい、かわいい、妄想できる仕上がりになっているか、いや、なってますね、なってますね、なってますよ、これは、うん、撮影のなんか裏話あった、裏話、うん、なんか、なんですかね、初めてこういうのをしてちょっと緊張しちゃったとか、でも思ったよりこれはなんか緊張せずになんかできたとか、でも、うん、まあ、ソログラビアやりますよって言われた時はちょっと、うん、あ、どうしようと思ってちょっと緊張したんですけど、撮影当日は意外と楽しめましたし、うん、なんかそのスタッフさんも本当いろんなこうシチュエーションとか考えてくださっていたので、そのこのグレーのパーカーとか、あ、彼ちょっと大きめなもんね、そうそうなんです、だって見て竹がさ、お尻よりさ、お尻よりちょっと下ぐらい、すごいみんなでカメラマンさんとかも含めてみんなで楽しみながら撮影できたなって思います、あ、洗濯物干してるのも彼氏のパーカーだ、うわ、いいな、見て、料理もそうだから、うわうわうわ、だからお泊まりしちゃって、急にお泊まりしちゃったんだよ、急にお泊まりしちゃったんだよ、そうだから着替えとかもそんな持ってなかったんだ、だからだ、そうかもしれない、で、この白いやつは中に着てたインナーだから、はい、あ、そういうことか、そう、この部屋に来ないと見れなかったんだよ、めっちゃいいの、うわ、もうこれみんな、ちょっと最後絶対見るべき、今日の夕飯は秘密、待って、何作るかてよ、なんかナッパ持ってよ、これでもこれとりあえずネギじゃん、ネギかな、ネギ、え、はいはいはい、はい、その日今日夕飯どうしたいとか言ったら、なんかどうせなんか男の声がチンジョロースとか、いやいや、なんで初めてでチンジョロースはやだわ、なんかなんかそういうこと言いそう、なんか牛丼がいいとか、あ、そういう牛丼、牛丼か、でもなんか中華言いそうだな、中華、中華、え、だったら麻婆豆腐でいいってなるね、なんかでも言いそうじゃないですか、チンジョロースってネギ、ネギ、なんかちょっとしか使わないけどなんだろう、結構あれだね、なんか、うん、都会には住んでないんだね、この人、うん、結構周りにはさ、ちょっとさ、商店街の中で歩きながら、だからちょっと大学に近い学生がね、いっぱい住むような、うんうんうん、どんだけ妄想してんだろう、これで楽しい、いや楽しいよ、これは、え、もう皆さん見てほしい、本当に可愛いね、まるちゃん自分で見てないから、どうですか、いや、ちょっとあんまり私自分でちゃんと見てないんですよ、もったいない、もうじっくり見て、私も見すぎたぐらい見すぎた、いや、でもすごいですよね、この1ページにめっちゃ詰め込んでくださってる感じ、嬉しいな、いっぱいありますね、はい、え、カメラマンさん男の人？男性です、あー、はい、ね、ちゃんと分かってらっしゃる、分かってらっしゃる、すごいですよね、さすがだわ、いや、私自身ね、あのグラビアとかやったことないから、ミヘはグラビアじゃないじゃない、だからグラビアはやれないと思うんですよ、ミヘはやるよ、だこういう清楚な感じじゃなくて、清楚なのがやりた、いや、清楚じゃなくていいんだよ、清楚な子が好きな人は清楚を見るから、ギャルが好きな人はギャルを見るから、うん、じゃあなんかそういう感じでやっていこう、うん、それが好きな人もいるから、うん、本当に、じゃあルーズソックスから入りましょうかね、可愛、うん、いいよ、ルーズソックス、次にヘちゃんも出させていただければ、ぜひとか言ってギャルの、ね、日常をね、ギャルの日常いいと思います、はい、5月23日に発売になったアップトゥーボーイ、7月号に私載っていますので、ぜひぜひ本屋さんなどで探してゲットしてください、はい、よろしくお願いします、うん、いや、見て損はありません、もうめちゃくちゃ得する、これずっと妄想できる、ずっと妄想できるから、はい、皆さん妄想してください、はい、こんな感じで皆さんからのメッセージお待ちしています、じゃんじゃん送ってください、深夜24時からお送りしてきましたハロードライブハロドラ、そろそろお別れの時間です、今回はどうでしたか、はい、いや、最後の最後になんかまるちゃんが新しい姿なんて見れて、女子大生リサ、なんかまるちゃんじゃなかったね、うん、もうリサだったね、リサだった、うん、リサ感出てたわ、これはもう本当に絶対見た方がいい、うん、ぜひぜひお願いします、はい、はい、さてこの番組ではツイッターで番組に関するツイートもお待ちしています、ハッシュタグハロドラをつけてツイートもらえれば私たちが漏れなくチェックします、よろしくお願いします、そしてハロードライブの番組のホームページもチェックしてください、レディオネオのトップページのバナーからアクセスできます、さあということでここからはねイベントの告知などに行きたいんですが、じゃあ椿ファクトリーから、はい、はい、椿ファクトリーは7月18日に4枚目のシングルを発売します、うん、デートの日は2度くらいシャバーして出かけたい、純情センチメートル、今夜だけ浮かれたかったのトリプル M
枚シングルとなっております。このシングルの発売に伴い全国各地でリリースイベントを行わせていただくんですが、愛知県のエアポートウォーク名古屋という場所でですね、6月17日に行いますので、東海地方の皆さんぜひぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。そして毎年恒例夏のハロープロジェクトのコンサートも7月14日からスタートいたします。愛知県の方では7月21日と22日に行いますので、ぜひぜひこちらも遊びに来てください。詳しくはハロープロジェクトのオフィシャルホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ピンククレスからのお知らせです。ピンククレスは6月27日水曜日にセカンドアルバムエトセトラを発売いたします。6月16日からイオンレイクタウン風光の広場でリリースイベントが始まりますので、そちらにもぜひぜひ遊びに来てください。そしてこのセカンドアルバムを引っ提げて7月28日西川口ハーツを皮切りにファーストライブツアーも行いますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。詳しくはピンククレスのホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。さて、明日水曜日は中島咲ちゃん、岡田春奈ちゃん、野中美希ちゃんの3人でお送りします。明日も深夜24時からチェックしてください。それではハロードライブハロドラ、火曜日はここまでです。ピンククレス夏焼きみやびと、ピンククレスの二瓶優香と、椿ファクトリー尾形理沙の3人でお送りしました。それでは最後はまるちゃんの一言。今日は二瓶ちゃんが絶好調でしたね。せーの、また来週。